コラリー I am コランダオールドジェネレーション。どうもコランダ TV のポチモです。モドリです。永田です。TKBです。あがりです。中尾は中尾です。はい、今日は全員合計当てゲームというのは、まずお題を出します。ポケモンのこのタイプのポケモンはと言います。と言ったらこのタイプなんやろなーってここにブシャーって書く、ブワーって書く。1分間、1分間ブワーって書くやん。でそうしたらみんな一緒に書いていくわけやん。でここにあるポケモンの数と他にある全部の数の被ってないポケモンを、まあ、全部の合計した数を最後59秒でここに書くやんて。59秒じゃなくて1分経つ前にここにシャーって書いて、最初これパーンってみんなで見せて、かぶるってことですか？他の人とかぶるってことじゃないですか？じゃあ何の意味めちゃくちゃ意味がある。書くやん、このタイプのポケモンを。5ぐらいで書けるもんで、じゃあ25。25体だけ。じゃ一回やってみよう。ああ、せーの、レッツコランダー。で、今日お題は犬のキャラクター。よーい、スタート。で、はい、で、はい、もう終わりました。で、どうすんの？数字を見せる。はい、いいせーので。43、25です。31、28、21。で、どうすんの次は？じゃあモドリゲスから。はい。スヌーピー、プルート、グーフィー、ヤッターワン、イワンコ、ルガルガン、ポチーラ。ああ、ポケモン全然正解。はい。ナルトのパック、ライトロードハンター、ライコー、ブリッジの駒村サイズになってる。ここにサダハルでイギー、おー、赤犬、犬嵐。赤犬、犬のキャラクターじゃなくないですか？犬やん。犬違う、ワンピースじゃない。赤丸やん。赤丸や。あ、そうやん。ワンワン、あ、ワン、あ、そっか。お母さんと一緒。すごいな。アデリア。よく気づいたね。ムーランド。いや、ポケモンしか出てこなかった。スヌーピー、シロ、ラス、ダルメシアン、ドーベルマン。ただここら辺は何？ダルメシアンとかドーベルマン？普通の犬の種類じゃない？通常。これ人間じゃね？人間ですか？つまりこれはなしとして。それマジなの？マジですか？あ、でも犬。え？これさ、やばくない？なんだ？1、2、3、4、5、6、7。すっげえガバガバな。ガバガバすぎるんですか、ちょっとこれ。犬要素があるならいいんじゃないの？いや、わかんねえ。いや、ダメだろ。それだと赤犬もありになるだろ。てか、ダルメシアンがなしならラッスーもダメだろ。あいつもともと10だぞ。そうなるとヤッターワンも怪しくなるし、ポチエナはハイエナ化だ。ったく、こいつらほんとダメなやつらだな。俺を2年半以上も閉じ込めやがって、出す気ねえから出てきてやったと思ったら、とんだクソ動画じゃねえか。俺の初登場がまさか最初の紹介から146本目でこんな茶番だとは。コランダンジってのはひどい連中だぜ。じゃあ、漫画アニメ系のマスコットキャラクターを描けるだけ。あれね、主人公じゃなくて、主人公の横におるマスコットキャラクター。わかりました。それの代表的なやつ、ほんと主人公のメンバーにしかおらんレベルのやつを描こうって言って。わかりました。よーい、ドン。またしてもほぼゼロ。よし。これも結構めちゃくちゃガバガバやってる。ガバガバじゃないですか。ガバガバすぎて全部違うんかもしれない。そう。主人公のパーティーにおるレベル。いや、自分もそれやってかけました。めっちゃ絞ったな、これは。でもさっきよりは絞れてる気がします。24、19、20、10、12。よし、じゃあね、発表していきましょう。ピカチュウ、ハッピー、プルー。はい。フォーク、イギー、チョッパー、メップル。メップル絶対被ってない気がする。何それ？あ、プリキュアの？あ、キュアブラック。ああ。オッケー。じゃあ次私ね。これ超微妙、ダメやったらダメだって。ウーロン。そう思ったさ。最初のさ、ドラゴンボールやったさ。ありやろ。わ、そうそう、ありです。ウーロンで次はブリッジのコーン。ああ。被ったわ。で、貞治。はい。はい、終わりです。はい、全滅。ガマ吉、ナルトの。おお。ズシオマル。ドレイクの犬。アルコンです。やば。マスコットキャラクター。まあ、俺やったら許せるわ。はい、ゼロ、なし。かぶっとる。じゃあ、1、2、3、4、11、12、13。もう楽しくね。これどう。おいおい、突っ込みどころ満載だな、コランダー人。マスコットキャラクターってのはな、人々に幸運をもたらすと考えられている人、動物のこと、つまりシンボルだぞ。まあ前半はいいとして、ウーロンってなんだ？ドラゴンボールって言えばシェンロンだろ！リーダーの頭は腐ってんのか？それよりひどいのはこいつだ。ズシオマルはただの犬だろ。てかさっきの犬の回で出せよ、50円やろう。刀を使って戦うキャラクターの主人公主人公限定剣術ね、剣術人と剣使うやつやね。うん、真剣じゃなくても別に何でもいいやろ。剣使えんやろ、木造でも。じゃあ出るよ、よーいドン。予想からいきましょうか。モドリゲスさんの予想は15、10、11、8。また12。じゃあね、人いってきましょうか。銀さん、はい、剣心、はい、ハルグローリー、メリオダス。はい、めっちゃ潰れた。じゃあ僕です、黒崎一護。はいはい、やべ、忘れとった。終わり？終わり。もう全滅したよ。ちなみに悟空は入坊は違いますよね。剣じゃないですね。はい。ルフィがナイトメア違いますね。あれもダメですか？ルフィ。あれはね、一応新世界でも使ってるんですよ、和の国で。おっと、どうなんですか？ダメだよ、普通に。なるほど。おっと、何個ですか？5。じゃあ俺8が一番好き。やばー、俺テレプラされるんやけど。じゃあ、これ終了としますか。終了。では、みんなのプラスされた点数を発表していきましょうか。まずはモドリゲス君から。はい、プラス31です。お、なかなかですね。僕はプラス15、プラス21、僕はプラス28、8。おっと、コランダー力が一番足りんやつが一番になっちまったな。このゲーム1個持ったら数少なく設定した方が有利ですね。かぶるって予想するなら。そこら辺のね、予想も含めてのゲームなんで、やっぱりそこら辺のシナジーが奥が深いってことですね、パセオさん。そういうことです。こんなゲーム考えるやつ、マジで天才や。今度小学校でも流行るといいですね。じゃあまた次の何でゲーム機これ全員合計当てゲームでお会いしましょう。